Together。 この番組は三浦市在住の私、音楽プロデューサー、サックスプレイヤーの姉浅本千佳と映像クリエイターの妹ミカ、私たち姉妹がローカルラブのコンセプトでファッション、ライフスタイル、グルメ、経済などコミュニティの情報を国内のみならず世界につないで共有するといった音楽バラエティ番組です。皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっとね、喋り方おかしくないですか？全然。今ね、歯の治療してるんですよ。昨年からもう激痛でね、本当に。先月もそんな話しましたけどねでもようやく本格的に治療始まって、そうなんですよ、ちょっと落ち着きましたね。本当に落ち着きました。やっぱり皆さん歯はね、普段から大事にしてくださいね。そんなわけでですね、2024年2月放送、今日のテーマはですね、全然歯とは関係ないんですけど、NFL スーパーボール、 ありましたね、スーパーボール。そうなんですよ、劇的なゲームでしたね、今年は。ねえ、すごかった。そう、それでさ、なんといっても試合もすごかったんですけど、テイラー・スウィフトの今ボーイフレンドがカンザスシティチーフスのケイシーさん、で直前まであれでしょ、東京で公演してて、もう何万人を熱狂させて、次の日ひょいっとプライベートジェットで、ボーイフレンドの応援、すごいですよね。あとハーフタイムショーもね、かなり良かったらしいですけど、見ました？アッシャ見ました。いや、見れなかったんだけど、まあどっかでまた見れるでしょう。アッシャーと来ましたかと、なんか公式に上がってましたよ、アッシャーのハーフタイムショー。かっこよか。今回はなんかアップルミュージックがスポンサーしているハーフタイムショーだから、アップルミュージックのなんか公式サイトでハーフタイム丸々YouTube 上がってましたよ。アリシア・キーズも出てたんですね。アリシア・キーズも出てましたよ。ねえ、すごいな。一曲ね、一緒にコラボレーションしてました。そうですか。じゃあ、まあちょっとそこら辺の話もね、ハーフタイム、名物ハーフタイムショーの話なども今日は掘り下げていきたいと思います。はい。 Oh, my world don't mean a thing if I got you with meI曲目に聴いていただいた曲は If I Ain't Got You、 アリシア・キーズ、この曲をね、アッシャーとハーフタイムショーに歌ったらしいですね。素晴らしい。なかなかステージでした。真っ赤なね、ドルチェ&ガッバーナのキャットスーツに真っ赤なピアノの前に座ってね、素敵ですね。本当にスーパーボールってさ、やっぱりアメリカを代表するさ、スポーツイベントじゃない、その日はさ、一子一人歩いてないとか、なんかそういう都市伝説っていうのがあるんだけど、やっぱり未だにそうなんでしょうね、すごくね。でね、ちょっとスーパーボールの歴史をですね、紐解いて見ていきたいなと思ってますが、まずね、スーパーボールっていうのは NFL でしょ、全米フットボールリーグとアメリカンフットボールリーグが合併することを記念して、あのお祝いの大会っていうのが、いつの間にかね、この今の NFL スーパーボールになったって感じなんですけどね、それでね、初めてのスーパーボールは1967年1月15日に行われ、カンザスシティチーフス、テイラー・スウィフトさんのボーイフレンドね、の所属するこのカンザスチーフは AFL チャンピオン、で対グリーンベイ・パッカーズ、これは NFL チャンピオンの対戦となったんだけれども、カンザスシティ・チーフスは AFL の力を示すべく奮闘したんですけれども、グリーンベイ・パッカーズが35対10で圧勝したらしいですね。で、NFL の強さが証明されたっていう感じの、もう初めてのスーパーボールだったらしいんですけれども、で、その時のハーフタイムのエンターテインメント、初のスーパーボールのハーフタイムショーではグラマークスやアリオスペースマン、誰ですかそれ、ちょっと分かりませんね多分
あ、ごめんなさい、これねすごいですよ。グラマークスっていうのはユニバーシティのマーチングバンドだって。あ、そのねポップスターとかロックスターとかじゃなくって。なるほどね。もうこれはちょっとすごい盛り上がったでしょうね。最近思い出に残っているハーフタイムショーってある？ここ最近の中ではあれかな、やっぱりジェニファー・ロペスと、うん、シャキーラ、シャキーラのやつラテンミュージックをね、すごい良かったし、うん、ビヨンセとマーク・ロンソンとブルーノ・マーズも良かった。良かったですね、うん、シャキーラ良かったね。シャキーラとすごいラテンミュージック、うん、炸裂でね良かったなと思います、うん、でまああれですよね、有名なハーフタイムショーの瞬間としてはね、1993年、うん、マイケル・ジャクソン、うん、このマイケル・ジャクソンのね驚くべきパフォーマンスは皆さん度肝を抜いたらしいですよ、うんうんうん、で彼の登場と同時にステージが炎に包まれるみたいな演出で、で数々のヒット曲を披露したということなんですけれども、うん、まあいろいろある中でハプニングもあって、うん、あポロリ、そうこれ ね、 有名なハーフタイムショーの瞬間でございますよ、ね、うん、ジャネット・ジャクソン、ジャスティン・ティンバーレイクのスーパーボウル2004年、ポロリしちゃった、38回スーパーボウルではその衣装が ね、うん、ね、あれはわざとなのか、うん、わかんない、未だにびっくりしましたね。あれは本当に、うん、何億人という人が、まあ、見てるわけでしょ。そう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 、まあね、あれだけのね、生でしょあれ、うん、やっぱりリハーサルとかさ重ねてるとは言ってもね、うん、パフォーマンスする人間も何が起きるか、うん、もうドキドキのパフォーマンスなんでしょうね本当に、まあ、ポロリありましたね。ありましたありました。そうそうそう、じゃあちょっとそのポロリの人の楽曲を聞きます、聞いてみましょうか。はい、では聞いてみましょう。聴いていただいた曲はジャネット・ジャクソン All for You、 懐かしいですね。懐かしいです ね、 ね、もうすごい2004年ですよ、もう20年前ですよね。ということはやっぱハーフタイムショーもかなり進化してるって感じですよね。あとねちょっと裏話、2024年今年のスーパーボウルの裏話なんですけど、うん、テイラー・スウィートさんが、うん、もうボーイフレンドにこうなんていうのかな、お祝いハグをして、うん、チューってキスして何回も何回もキスしてたでしょ、うんうん、でもテイラー・スウィートさんのアイコニックな赤い口紅が絶対落ちなかったんだって、うん、それで口紅はどこのものですかっていう問い合わせがすごかったらしいですよ、どこのものなんですかね。それはね、今やもう本当にセレブ御用達の、メイクアップアーティストパッド・マクグラスのリップだそうです。すごい、じゃあもうバカ売れするんでしょうね。バカ売れしたらしい、もう問い合わせ殺到らしいですよ本当に。まあ、テイラー・スウィフトね、もう今大統領選 も、ね、左右するぐらい、左右するっていうぐらいだから、それだけスーパーボウルってもうすごい視聴率なんでしょうね、まあ、というかテイラー・スウィフトがすごいんじゃないですかねスーパーボウルよりもそうかキスしても落ちないテイラー・スウィフトのあの赤リップってね、それだけ問い合わせが来るっていうのはやっぱすごいんでしょうね。そんな全米が熱狂するね国民的、スポーツイベントスーパーボウルなんですけど、歴代の最高視聴率は、今調べましたが、2022年の時点での私の知識によればですね、歴代最高視聴率を記録したのはスーパーボウルの第49回でした。この試合は2015年2月1日に行われて、ニューイングランドペイトリオッツ対シアトルホークス戦だったって。
でスーパーボウルの歴史上最高の視聴率となったそうですよ。で視聴者数だけでなく試合自体やハーフタイムショー広告などが注目を集めたって、ね、誰だったんでしょうハーフタイムショー。いや分かんない、今調べてみないと分かんないですね。ちょっと調べてみましょうか。はい、今調べました。ケイティ・ペリーでしたね。すごかったんでしょうね。うん、あんまり覚えてないな。でもね試合内容もそのハーフタイムショーも、うん、あのものすごい注目度だったらしいですよ。ではケイティ・ペリー聞いちゃう？うん、聞いてみましょうか。その当時のヒット曲、その当時のヒット曲わからないけどもケイティ・ペリーって言えばもうロアしか思いつかないですね。では聞いていただきましょう。ケイティ・ペリーロア。聞いていただいた曲はケイティ・ペリーのロアです。すごい今ねちょっと写真をその時の見たんですけど、うん、なんかイルカの着ぐるみみたいなのと一緒に踊ってますよ、うん、ケイティ・ペリーこれサメじゃないの？サメかイルカじゃないか、うん、ちょっとあんま記憶ないですね。そうでもレニー・クラビッツも出てたっていうからね、あれなんで記憶がないんだろうと思って。しかもその時の国歌斉唱はジョン・レジェンド、あ、じゃあね、レディナ・メンデスとジョン・レジェンドなんだって。ジョン国歌斉唱がメンデスで、あのアメリカ・ザ・ビューティフルって必ず歌うじゃないですか。はい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 、アメリカアメリカ、あれがジョン・レジェンドだったんだね。すごいな、うん、必ずスーパーボール2つ歌えますからね、セレモニーで、うん、そうね。今年誰だった？今年はね、なんかねカントリー歌手のかなり有名な女性のシンガーだったんだけど、ちょっと調べてみましょうか、うん、リーバ・マッキンタイヤさんですよ。大御所ですよカントリーミュージックの。ちょっとさすがに知らない。やっぱりカントリーミュージックってのはアメリカの、ね、音楽だもんね、うん、そこの大御所のリーバ・マッキンタイヤをこうに白羽の矢を、ね、うん、立てるっていうのはなかなかいい、うん、キャスティングですね、うん、カントリーミュージックってやっぱりあの R&B のなんていうのかな、あの元にもなるっていうぐらい、うん、やっぱりソウルフルでアメリカの庶民の音楽って感じなんですけれども、うん、彼女はですねアカデミー・オブ・カントリー・ミュージック賞、アメリカ音楽賞、ピープルズ・チョイス・アワード、カントリー・ミュージック協会賞、グラミー賞、 GMAW 賞など50以上の賞を受賞している素晴らしいシンガーですよね。本当にアメリカの音楽ってカントリーからヒップホップ R&B、ね、全部自分の国の音楽じゃない、多ジャンルです ね、 ねえ多様性がものすごいから、やっぱりこういうお祭りになっちゃうとさ、もうここはカントリーシンガーの大御所、ハーフタイムショーはポップシンガー、ここはロックなんとかっていう感じで、やっぱりいいですよね。日本はその点ね、自分たちの音楽っていうとやっぱりねなかなか難しいものがありますね。ハーフタイムショーの演出がやっぱりすごい、だもうだんだんねこう最初の頃に比べてやっぱりテクノロジーもこう進化してるわけじゃない、うん、もうねドローン当たり前、ね、そうそうそう、何当たり前みたいな感じで、だからもうカイスガイスもだから東京2020の開会式閉会式がもうもう悲しいって感じでやっぱり勝てませんよ。もう確かに、あとねアメリカ人ってやるときはやるよっていうね、いもう笑っちゃうぐらい控えめなとこないからね。エンターテインメントはやっぱりすごい。本当そうです。うあの自分たちがこう築き上げたっていうね、うこう誇りもあるよね。素晴らしい、もうどうだみたいな、まあ、そういう意味ではね多様性の国っていうんですか、うん、やっぱり多様な文化のある国って羨ましいなと思って、うん、音楽もすごく成熟していくなっていう感じがしますね。成熟っていう言葉がもうぴったりかも。ぴったりですよね、うん、じゃあちょっと聞いてみましょうか。何聞きますか。国歌斉唱を歌い上げたリーバ・マッキンタイヤ、うん、ですね、1980年代のヒット曲です、うん、You Lift Me Up。
さあ今日はですね、アメリカの国民的スポーツイベントスーパーボールをテーマにお送りしてるんですけどね、すごいね。でも今のカントリーなんかジーンとしちゃったな。カントリーいいですよやっぱり。でも思えばテイラー・スウィフトもカントリー歌手だもんね。そうですよ、アメリカンミュージック。あとね、 R&B のソウルミュージックとの融合っていうのもあって、まあレイ・チャールズもそうだけど、カントリーミュージックをカバーしたり、あのとってもね、なんていうのかな、こう相性がいいというか、うん、お互いにリスペクトしてるっていう感じで、なんか片やこちらは黒人音楽、片や白人音楽って思うんですけど、音楽的にはねとってもね融合してるあの曲がいっぱいあるんですね。もうなんかカントリーって言ったのジョン・デンバーだもんねそうねそうね、イーハーみたいな、どんとかじゃんとかみたいな、ね、カントリーロードは学校で習ったな、音楽の時間に、ね、懐かしいな。そのぐらいしかちょっとなんか接点がなかったから、カントリーミュージックはあれですよ、あの いい曲はジーンとしますよ、ね、ほらあれだって、あのウィティニー・ヒューストンのエンナーっていうのも、あれもいいね、いいドリー・バートンの曲でしょ、ね、やっぱりそうそうそう、あれもカントリーだね。そうなんですよ、やっぱりなんだろう、日本で言うと、演歌、演歌っていう、なんていうか、歌謡曲、いやいや庶民の気持ちを歌ったその曲なんだと思うんだよね。だからすごくこうみんなそれを聞いて共感したりっていう、まあ、韓国でいうとトロットミュージック、インドネシアでいうとダンドゥットとかね、やっぱりこう庶民の音楽っていう感じだと思うんですけれども、まあやっぱり染みますね、いい曲は、ね、改めてちょっといいな、今度カントリー特集しましょう、しましょうしましょうはい、あそれでね、スーパーボールって言えば毎回ね、そのハーフタイムショー、誰があのパフォーマンスするのかっていうこともそうなんですけど、あの広告 ねすごいんでしょ、もう期待度というか、そう、その時だけに、あの1回だけのオンエアのために作る広告 CM いっぱいあるから、あのアメリカの、まあ、セレブリティなんて正直言うとコマーシャルなんか絶対出ないけど、そのスーパーボールのためだけの広告にはバンバン出るんだよね、セレブリティが。そりゃ1億何万人が見てますもんね。そうで、なんか、あこの人今年こんな風に起用されたとかいうのも話題だし、で私たち広告業界、まあ、日本の広告業界にいると、まあ、その今年スーパーボールでどんなコマーシャルが流れたかなんていうのはかなり話題になって、今 YouTube ですぐ上がってくるけど、その当時 YouTube なかった時にはわざわざアメリカ在住のコーディネーターの人があの録画してくれて VHS で送ってくれるみたいなそんな時代もありましたけど、まあ本当にあのスーパーボールの一つの楽しみですよね。なるほどね、例えばもう絶対に出ないような大物シンガーが、こう、まね、このなんだろう、コマーシャル、ね、コマーシャル出てコカ・コーラを宣伝するとか、そうそうそう、あのペプシ のマイケル・ジャクソンもそもそもそうだったんじゃないかな。なるほどね、確か。でも本当にあのびっくりするぐらいのセレブリティがこぞって出ますよ。そりゃね、何回も言うようですけど、1億何千万人が見てますからね、本当に。でもね、あのバドワイザーのコマーシャルで、あの What's up とかいうコマーシャルとかもあれ、スーパーボールだけのオンエアで世界一斉風靡したりとかね。これ今美香ちゃん喋ったのはあれですか、あの1995年のカエルたちがバドワイザーっていうのと、なくシンプルながらも効果的なコマーシャル、そうそう、このキャンペーン広く知られ親しまれましたってここにも書いてあるけど、それだけあれですよね、あのもうみんな流行ったんでしょうね、流行、世界の流行語大賞ですよねあとね、面白いところで言うとね、1984年、これアップル初のマッキントッシュコンピューターを発表するために制作された広告が使われたらしいですよ。ジョージ・オーウェルの小説1984をイメージし、斬新かつ洗練された演出が話題となりました。いわゆるね、未来、1984が未来だった時代に、そうね、すごいね。そしてあのね、1984のスーパーボールにアップルが初のマッキントッシュ、どうだ、
すごいね、行きですね。でもなんかあの実は日本だってそういうなんていうのその日限りのためだけに、うん、もう集中していい広告を作ろうっていうのはあったんですよ、その昔は。ああそうですか。例えばオールスターとか。違う、行く年来る年ですよ。お民放の行く年来る年に必ず成功、はい、ありました、時を刻む、そうそうそう、カウントダウン、そうそうとかやっぱりあったし、そしてお寺の鐘がゴーンと鳴る、そうそうゴーンと鳴るみたいな。これはね日本のね新年の風物詩ですよね、大晦日の。あとあの今ちょっとお姉ちゃんもあのお姉ちゃんさって言いかけたあのプロ野球の日本シリーズも、うんうんうん、そこだけに流れるためだけに CM 作ってましたから。なるほどね。まあ、それだけ視聴率が高い、そうそう、視聴率があったっていう、ね、でもだんだんねそういうのはもう日本じゃ今もう皆無でしょう多分、ね、だってさアメリカすごいよねそうやって考えたら。あとさそれだけみんながさ、うん、気持ちが一つになって熱狂するものって今ないもん ね、うん、もんね日本でね。そうそうそう本当にそれ考えたらさやっぱりそこでさ赤い口紅チュチュって塗ってさそうそうそう登場してさ、もうそっちの早いってことだね。もうそれもうほんとほんとチューってしただけで話題になっちゃうっていう、すごいですね。じゃああれですね、スーパーボールこれからも、まあ、ハーフタイムショーはねいつも楽しみですけれども、うん、どんな CM はそうそうそうあの流れるか作られるかっていうのもぜひ皆さん期待して見ていただけるといいなと思います、うんはい、さあ今や大統領選も左右するこの方がどちらを支持するのかで大統領が決まっちゃう、世界が決まりますね世界が決まりますねという歌姫スーパースターテイラー・スウィフトの曲をかけましょう、はい、Shake it off。 さあこの方最近ちょっと心躍ってるんじゃないですか、うん、もうねすごい爆上がりしてますね株ね株ね。さあどうなんでしょうお呼びしてみましょう、はい、大磯在住の株が趣味という CM プロデューサー菊池誠さん。菊池誠さんどうも。いや私も今狩り場なもんですから発音が悪くて あれはハジさんは地元三浦。いやもう東京だったんですけどもうやっぱり通えなくって、うん、で、うんうん、もうとってもよくしてくださる先生がいたんで、うんうん、いいじゃん、いいじゃん、まあ歩いて5分のところですから、うん、やっぱり歯医者さん僕もすごくお世話になってたし、あの渋谷と、うん、どうだろう新鮮の間ぐらい、新鮮青和台の三丁目っていうところなんだけど、はい、そこに一人行ってってくれて大層お世話になって、もうあのとにかくそこにずっと行ってたんだけど、やっぱり大磯から渋谷に行くっていうと確かにもういついつ歯医者さんに行くってなるともう全てがそれになんていうのあ それだけになっちゃうんだよね。だからちょっとまずいなと思って、かといって歯医者ってなかなかね予約がないと見てくれないんですよね。そう、それにこうほら自分に合う歯医者さんと、うん、そうじゃない歯医者さんと、そうなんですよ。なかなかその腕は皆さんしっかりしてらっしゃるんだろうけど、うん、なかなかこう微妙なとこあるじゃん。今やあれでしょ、コンビニエンスストアより多いって言われてるらしい、ね、そうなんですか、はい、うん、愉快なその群雄割拠の中どれ選べばいいか分かんないじゃない。そうですよね。でたまたまお隣の人に聞いたら駅の裏方にね、うん、いいとこありますよって教えてくれたんで、そこに試しに行ってみたのよ軽い症状の時に、はいはい、そしたら体操良くて、ああじゃあ良かったですね。今はそう、いろんなことをすごく大きな、なんていうの、その、ブラウンにお金のかかるようなさ、インプラントじゃないや、なんだっけ、白いセラミックみたいなやつをやってもらったりってことは、今のところしてないんだけど、うん、ちょっとしたことではしょっちゅう言ってて、なかなかいいです。お掃除とかね。ないと、だから、でも最後にだから残っちゃったのは、床屋さんと、D クリニックだな。やっぱり それに変え、それは変えがたいので。やっぱりこう、体を、体の周りのこと、いわゆるそれなかなかね変えづらいですよね。うん、
もう美容院もそうですよね、合うか合わないかっていうのはあるん で、ね、これで美容院も近所にいいの見つけたらもうほとんど東京行かなくなっちゃいますからね。だから俺もね、その歯医者さんのおかげでっていうかせいでっていうか本当にずいぶん減りましたし。ああなるほどね、はい、まあだん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 ね近所になりますね本当に。そうだね、いろんなものがそうそう、それでね今日ね、うん、あの早めにいろんな話が脱線する前にお話ししておきたいのは、はい、例のあの話題になってる新ニーサ。そうなんですよ、今盛り上がってますね。もうで日本株もやっとこう33年前4年前ですか、すごいことになってますね。でみんななんか戻ってすごく嬉しそうだけど、ただ戻っただけっていうねあのこの30年間であの S&P500 なんて8倍になったって言われてるのに、うん、もう30年間で戻っただけって悲しい限りなんだけど、でもやっぱりみんなあのバブルの頃の派手な、うんうん、なんかお立ち台でスカートの短いお姉ちゃんが踊ってたりとか、うん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 、1万円のこう現金を出しながら、うん、今やもうキャッシュレスの時代だからそれ自体がもう懐かしい話だけど、なんか1万円札ビラビラさせながら六本木でタクシー止めてねなんかそういう頃と株価が同じだから時代がそれになるんじゃないかってなるはずもないし、幻ですね。幻だったことがよりはっきりと確定しただけの話で、そうです、みっともない話だけど、それでも新ニーサでは賑やかにやなんとなく気分的にね、うんうん、やってる風で。でも、ね、まあ、私のやっぱり知り合いで、まあ、ミュージシャンですけど、もう新ニーサにもう今年はかけるって言ってましたよ。ああ、うん、もうね、だから銀行に眠ってるお金があればねって話ですけど、よく理解ができてないのでちょっとお話いただければと思って。簡単に言えばほらなんだっけ、その儲けた利益に対して 20.149、うん、なんだかおっしゃった 20% プラスちょんちょん小数点3つぐらいの、うんうんうん、まあ、ざっくり言えば 20% っていう税金がかかるわけですよね。はい、だから50万投資して60万儲かり、60万円で売れましたと、50万円で買って、はい、60万で売れました、じゃあ差し引き10万儲かりましたねと、うんうんうん、10万俺の手元に残るかと 20% 引かれちゃうわけですよ。はいはい、でその今まで2万円取られちゃってたものが NISA のその枠の中でやる分には 20% いいよ払わなくて、お前これもいいっていう話ではあるわけよ。せっかく外株の話をここでしてきたのに、新ニーサをじゃあどこであの口座開設しようかって言って大手で開設しちゃうと外国株の扱いがないので、なるほどなるほど、はいはいはい、あのなんてアメリカ株買えないわけですよ、ニーサの枠の中で。だからこの番組を聞いたり、あるいはまあ美香ちゃんやチカちゃんのお友達でどうせやるなら外株がいいよねと、はい、いうような方たちが新ニーサのはっていう利用ことを利用してシステムとか制度を利用して始めてみようかと、まあ、ネット証券で、うん、口座開設をしないといけない。それで、ということですね、あのそうは言ってもじゃあ今持ってるあの FS エナジーだったりマイクロソフトだったり、うん、どちらにのって話になると、それは特定口座の中で買っちゃってるので、うん、特定口座の中からあの新ニーサの口座に別口座なんですよ、枠が違うんですよ。だから一つの証券会社の中に2つの口座を持つっていうふうに考えてもらえればよくて、そうすると特定口座で持ってるものを新ニーサの口座に移すのはできないんですね。だからどうするかってしょうがないから一旦売ってまた買い戻すっていうバカバカしいことやんなきゃいけないんで、だこれはもうやめた方がいいですよね。だからもう別物って考えて特定口座で持ってるものは持っといて、はい、であのじゃあマイクロソフト買い足そうか、エンベスエナジーを買い足そうか、あるいは何かその買い足そうかっていう時には特定口座じゃなくて、うん、新ニーサの口座の枠の中で買い増していく、うん、まあそんなことでね、ぜひ新ニーサ始めているなら、はい、ネット証券でぜひと、ネット証券で口座、はいはい、どこで口座を開けるかっていうのはとっても大切だということですね、はい、じゃあまた来月よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、拍手しちゃったんだからね、バイバイ。今日は真面目に新ニーサ語ってましたね。でもねすごいですよ、私たちの周りのミュージシャンでもね、うん、もう株株株株って言ってますね、うん、個人投資家こんなに増えたらやっぱ株価も上がりますよね。まあそうでしょうけどね、でも元に戻ったっていうのもね、そうなんですよ、ちょっとね目から鱗だったな。そうなんですよ、菊池さんのおっしゃってたね、ただ元にアメリカは確実に12倍とか成長してるんですけどね、上がってるんですけど、日本はねただ
一番高かった時に戻ったっていうだけですから ね、 そうそうそうね、これがどうなるかですね、本当に。でもあれですね、あのなんとなく景気のいい話でいいじゃないですか。本当に世の中景気の良さは全く感じませんけどね。本当本当本当。まあそんなわけでですね、はい、今月は、スーパーボールをお送りしました、はい。ここでねちょっとあの皆様に、この場を借りてね、この場をお借りして感謝したい、はい、案件がございます、はい。2月12日、はい、港音楽祭、はい、三浦市中学校の活動資金のための、チャリティーコンサートを無事終了しました、はい。本当にありがとうございました、はい、たくさんの方にご来場いただいて、はい、スーパーボールには及ばないですけれどもいやいや、ね、スーパーボールに負けないぐらいの盛り上がりでしたよ、ね、今年も感動しましたよ。もう、ね、また続けて子どもたちがね、もう本当に一緒に共演したプロと子どもたちがね、本当本当に喜んでましたね。あれ見たらまたやろうかなっていう気になりますけどね。港音楽祭実行委員の皆さんも本当ご苦労様でしたしね。で何よりもね、そうご支援していただいた ご協賛いただきましたね、皆様と、はい、あとご来場いただいた皆様には感謝感謝ですね。ね、またね、来年ぜひぜひやりたいと思いますので、皆さん引き続きご支援のほどご支援よろしくお願いいたします、はい。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあ今日はですね、スーパーボールと音楽のね歴史みたいなものもちょっと語ってみましたけれども、うん、どうでしたでしょうか、ね、日本もねアメリカンフットボールのファン多いんですよ ね、 多いでしょうね、うん、ライスボールっていうのがありますからね、うん、これは日本社会人アメリカンフットボールのリーグの、うん、試合なんですけれども、でもやっぱりね1億何千人ですからね、うん、本当にあのでもコアなファンいるんじゃないかな日本でもね、でも面白かったですやっぱり。ラグビーあれだけ盛り上がってるじゃない、うん、やっぱりラグビーファンからしてみるとなんじゃありゃみたいな感じもあるのかな、よくねヨーロッパの人たちがねあのアメリカンフットボールバカにするあんなもんつけちゃってさって道具をつけてるから、うん、プロテクターをラグビーのパクリだろうみたいな風に思うんだけど、もうやっぱり面白かったな、迫力あるもんね、うん、ガチャみたいな、うん、本当にすごいですよやっぱり、うん、あれ生でやっぱり見たらびっくりするんだよね、うん、いやすごい音するんじゃないかな、ガチャ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 みたいな怖いって感じですけど、もう男同士のね、うん、パワーとパワーのぶつかり合いです、ね、ぶつかり合い、でも考えてみてラグビー生身でやってるからもっとすごいなって今思っちゃったね、本当はね本当はすごいんですけどね、でもあのさあのヘッドギアとかさ、ああいう防具をつけて死ぬ気でやってるわけでしょ、いやあれかっこいいよねかっこいいかっこいい、これからもちょっとね、うん、あのフットボール、ね、アメフトちょっとあの注目していきたいなと思います、はい、ではいかがだったでしょうか、はい、今日のレッツステイツゲザー、また来月もお楽しみに、はい、バイバイ、それではまた来月です、バイバイ。Just came to see. 番組への感想やリクエストは FM ブルー湘南のホームページのメッセージフォームから、もしくは X、旧 Twitter にてハッシュタグレディオ横須賀をつけて投稿してください。皆様からのお便りをお待ちしています。